ヒシャム・アラジは、モロッコ・カサブランカ出身の男子プロテニス選手。同じ年のカリム・アラミ、2歳年上のユーネス、エルアイ・ナウイと並び、長年にわたり、モロッコのテニス界をリードしてきた選手である。左利き、シングルス自己最高位は22位。ATP ツアーで、シングルス一勝を挙げた。モロッコの公用語である、フランス語で読むと、ヒシャム・アラジになるが、日本語の文献では、 英語を読みした、ヒチャム・アラジの表記も多い。アラジは2歳の時に、モロッコからフランスへ引っ越し、テニスコーチである父親の手ほどきで5歳からテニスを始めた。1993年に、プロ入りし、その年から、男子テニス国別対抗戦でビスカップモロッコ代表選手に選ばれる。1997年3月、地元の他、ハザン2世グランプリでツアー初優勝を果たす。 同年の全仏オープンで、アラジは初めてセルジブルゲラとの準々決勝に進出した。1998年全豪オープンで、ピート・サンプラスとの4回戦に進み、同年の全仏オープンでは2年連続8強入りを果たした。2度目の全仏準々決勝では、アラジは地元フランスのセドリック・ピオリーンに6から3、2から6、6から7、6から4。 3から6のフルセットで赤敗した。アラジは、全豪オープンでも、2000年と2004年の2度ベスト8、進出があり、総計で4度4大,大大会のベスト8進出がある。オリンピックのモロッコ選手団の一員としても、1996年、アトランタ五輪と2004年アテネ五輪の2度出場を、果たしているが、2度とも、シングルス1回戦敗退に終わっている。 またマスターズでも2001年モンテカルロマスターズで決勝進出があるが、グスタボクエルテンに敗れ準優勝となった。アラジとアラミ、エルアイナウイの活躍により、デビスカップモロッコ代表は2001年2002年2004年の3度、世界最上位16カ国によるワールドグループ入りを果たした。アラジは2004年でハイワールドグループ1回戦の対アルゼンチン戦で、 ダビドナルバンディアンに敗れた試合を最後に、モロッコ代表選手から外れたが、12年連続のデビスカップ出場で26勝18敗の通算成績を残した。アラジは2000年に一度ジャパンオープンテニス選手権で来日したこともあり、シングルス準決勝でチャンシャール県に6から4、3から6、6から7で敗れた試合があった。アラジは2007年3月に、 モロッコフェズで行われたチャレンジャー大会への出場を、最後に現役を引退した。略語の説明 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし、ありがとうございます。